6月14日木曜日ニューズオープエド、アンカーの野木亮介です。そしてアシスタントは佐藤由紀です。よろしくお願いします。さて、はい、まずはですね、解説委員東洋大学教授の薬師寺克之さんです。よろしくお願いします。こんにちは。はい、はい、両サイド空いておりますね。そうなんですね。両サイドが、はい、ゲストなんです。両サイドが、はい、両サイドが、はい、空いててインターナショナルチームが空いております。そうですね、はい、これダントツ状態。ダントツといえば、はい、何ですか。交流戦のヤクルトですね。あ、もうね、薬師寺先生はもうウハウハで見てるんだろうなと思ってました。まあ違うリーグには強いということですね。ですよね。いや、巨人にも勝ち越してますよ。そうですね。いいんですよ。あ、はい、そして、はい、ゲストいらっしゃいました。はい、ジャーナリストのケン・ジョセフさん、はい、よろしくお願いします。なんか生々しい配達をされて帰ってこられましたけど、ね、現地から帰ってきていただいたので、はい、後ほどお話も伺います。今噂のもう中の大中心人物でございます。大中心人物、はい、後でじっくりとお話を伺います。はいはい、そして、はい、詩人のアーサー・ビナードさんなんですが、うん、特集から参加してくださるということですので、はい、今向かっているビナードさんですね。そうです、はい、向かっているビナードさん、はい、なんか名前が変わりましたけど。はい、そうですか、はい、野球の話で何かジャイアンツの選手が何かまた問題を起こしてそうで。いや、私には悪い情報というのは流れないようになっているので、はい、私はちょっと存じ上げております。まあ、野球選手といいますか、スポーツ選手はスポーツをしてなんぼですからね。そうです、はい、そうなんです。スポーツに注目しましょう。そうです、はい、芸能界ではね、ジャニーズの方が、まあ、お酒飲んで一気どうのこうのとか、まあ、いろいろありますが、まあ、そんな中ですね、まあ、ずっと日本の民放のワイドショーはですね、はい、まあ、機種のドンファン取り上げております。そこですね、はい、確かに気になります。はい、しかしながらもっとやらなきゃいけないことがあるんじゃないかと、うん、国会がまるで終わったかのようにですね、一瞬にしても米朝首脳会談から全く取り上げなくなりましてですね、昨日今日も大変な問題が起きているにもかかわらずですね、まあ、我がオプエドもこのヘッドラインの中に入っていないっていうね、はい、もう取り上げなきゃいけないんじゃないかっていう、もう本当に僕もやりながらちょっと、ね、思うんですけれども、うん、まあ、そんな、ことの内容ですが、まあ、厚生労働大臣の加藤大臣が、はい、まあ、国会で虚偽答弁をしていたんじゃないかということが上がっております。まあ、働き方改革の一環のコープロ制度について聞き取り調査をやったのかという質問に、やりましたと答えてたんですけれども、うん、実際にはやっていなかった、まあ、やって最初3人はやってて、残りの9人がですね、うん、野党からの質問を受けた後に、調査してたっていうことが分かったんですけど、実際はどうやらもうほとんど聞き取り調査なく、うん、だけど国会ではちゃんと聞き取りを調査しましたよと加藤厚労大臣は述べていたということが、まあ、発覚したわけですね。ものすごく重大な事件だと思います。うん、はい、薬師教授いかがでしょうか。免疫ができましたね。ね、そうなんですよ。それが怖くて、なんか、はい、嘘がついててもバレる頃には退任してるとかね、責任も取らないで済むとかね、なんか倫理観が乱れてますね。だからもうそういうことがあっても取り上げてテレビでやってないっていうのが、そうですね、あまりに多すぎて、もういいかみたいな話になってんのじゃないかななんて思うんですけれどもね。今日はまあじっくりと米朝首脳会談、トランプ大統領にインタビューをしていただきましたケンさんを交えましてですね、じっくりと特集でもそのことについて、掘り下げていきたいと思っています。はい、今日も質問がある方はハッシュタグオペエドで受け付けます。お待ちしています。はい、それでは芝公園のアバッタスタジオから生放送でお届けします。ニューズオペエドスタートです。今日のノーボーダーヘッドラインです。北朝鮮問題を協議します。おととい行われた米朝首脳会談を受け、河野外務大臣は今日午前ソウルでアメリカのポンペオ国務長官、韓国のカン・ギョンファ外相と日米韓外相会談を行い、今後の対応を協議します。一方、ポンペオ長官は昨日、北朝鮮の非核化について
今後2年半で実現する可能性があると期待していると述べ、トランプ政権1期目の任期中に完了させたい考えを示しました。消費者被害の拡大が懸念されます。成人年齢を18歳に引き下げることなどを盛り込んだ改正民法が昨日の参議院本会議で可決成立し、4年後の2022年4月1日から施行されます。婚姻可能年齢が男女ともに18歳に統一されるほか、18歳から10年間有効のパスポートを取得できるようになるなどの変化がある一方、飲酒や公営ギャンブルなどは従来通り20歳まで禁止とされています。一方、今回の改正により18歳から保護者の同意なくローン契約やクレジットカードの利用が可能になることから、若年層の消費者被害が拡大することが懸念されるため、立憲民主党や国民民主党などは法案に反対しました。東洋人への差別的な記述が含まれていました。物理学者のアルバート・アインシュタインが1922年から翌年にかけてアジアを旅した時に書いた日記がカリフォルニア工科大学の研究チームによって出版されましたが、日記の中で東洋人への差別的記述が話題となっています。アインシュタインは特に中国に対して否定的で、中国人を仕事ばかりしていて汚く鈍いなどと記し、人口が急増していることについては中国人があらゆる人種にとって変わることになるのは残念、考えただけでも憂鬱だと書いていました。アインシュタインは人種差別を白人の病気と呼ぶなど、人道主義の象徴的人物として知られていただけに、イギリスのガーディアン紙はアインシュタインの差別的記述を衝撃的だと伝えています。米朝首脳会談の結果を語りました。昨日のニュースオペートには政治ジャーナリストの藤本純一さんと写真家の初澤亜里さんが出演し、米朝首脳会談について語りました。藤本さんは日本側がどこかで北朝鮮の立場にならないと次の展開に行くのは難しいとした上で、今回の会談だけで全てが具体的になるわけではないと指摘しました。一方、初澤さんは日本政府は6月12日を迎えるにあたって何を成果としていいのかという点で揺れていたのではないか、核ミサイルの脅威と拉致問題双方の問題を解決するために方針が引き裂かれているように思うと述べました。以上、ノーボーダーヘッドラインでした。続きまして、今日のオペートです。ニュースオペード、本日はゲストにジャーナリストのケン・ジョセフさんをお迎えして薬師寺克行解説員とお届けしています。ではニュース1本目から野木さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日のオペードなんですけれども、はい、1つ目なんですが、北朝鮮問題を協議するということでですね、今日午前、河野太郎外務大臣とポンペオ国務長官と韓国のカン・ギョンフン外相が今後の北朝鮮に向けての協議を行ったということなんですけれどもね、北朝鮮のこの問題、後で特集で掘り下げるんですけれども、ケンさん、この3国ですね、日本とアメリカと韓国、協議を行っているわけなんですが、なんかこう重要なこうことっていうのを、何かケンさん考えありますか？いや、遅いですよ。遅い、はい、本当にね、中で見てる中で、ここまで来てわからないんだったら、もう本当に今回は私は本当に落ち込みましたね。もうここまでわからないんならね、起こった翌日とか2日後にやるかっていうね。私たちも現場にいましたけど、もう日本の顔がどこにもいませんでしたね。で、メディアセンターっていうところがあって、そこで各社がみんな並んでるんですよ、はい、次から次ゲスト出るんですよ、ね、なんでそこにですね、日本の代表が出てきて、私たちも関わってました、私たちこうしましたとか、
私たちにこうしてほしいというか、うん、こういうアピール全くなかったですね、うん、ここまで外交が下手っていうのは、うん、下手なのかわざとやってるのか、うん、本当に私もすごい申し訳ない、私はすごい優しい人なんですけどね、うん、ここまで来てね、こんな下手で終わるっていうのは、もう怒りを覚えますね、うんうん、